カネンさん、こんにちは。カネンシオド今日はですね、今回のコラボから実装された、星森のラケットの性能紹介していきたいと思います。 まず、ま、このラケットを手に入れる方法としては、今のところ2種類ありまして、まあ、一つはこの今回のガチャであったりだとか、前回のバトカコラボのガチャで、ま、スタンプ3個目まで引くっていう方法ですね。まあ、そうすると、ま、ガチャも引けるし、まあ、ラケットも手に入るし、みたいな感じになっているんですけど、まあ、これをするにはですね、エースジェル7 5 0個必要なんで、まあ、そこまで溜まってる方あんまいないと思うんですよね。なので、そういう方に関してはこちらですね。この1万円の、ま、記念ジュエルパック。まあ、これで今回のね、星森のラケットプラス、ASGL600 70個ついてきますんでまぁ、あ、実質ですね次のねまあ課金ラケットが出る頃には750ぐらいなってると思うんですよ一応まあ無料でエスエル貯める方法に関しては前日動画出してますのでぜひそちらも参考にしていただけたらなと思うんですけどまあそれで貯めてしまえば実質1本あたり5000円になるんでしかもまあこういう課金ラケットって2ヶ月に1回ぐらいしか出ないでしょなのでまあまあ別にそんななんかすごい高いなって感じはしないんやけど普段ゲームに課金しないとからしたらまあ高いっちゃ高いけどねまあ <laughs> まぁそんな感じですわで で、まあ今回このラケットの性能がどんなものかっていうと、こちらになっております。まず、まぁ落とすけリーチでスインギラプラス5%。で、さらにバドカコラボキャラならマイポイント開始時、全打球ジャストが1打球つきますと、まあこれによってフラットサーブ無効化することができたりだとか、あとまあコンボも稼げるので、まあ割と相性はいいかなと思います。で、まあギアショットを打つと、試合終了まで一下効果の強化状態となる高速低バウンドカーブショットということで、まずまあこの GS の軌道からね、割と強いんやけど、それに加えて、試合終了 まあ以下効果ということで、まあ、移動速度プラス10%スインギレアプラス10%打球無効がいいちゃいますこれ強いよね。しかもこのオートスキル持でもスインギレア広がってるから、このラケットで、ね、永続的に15%広げれる。これ結構強いですよ。で、それに加えて、まあ、打球構築無効がありますんで、走りが遅いキャラクターでも、まあ、機敏に動かすことができると、まあ、これによって、まあ、結構強くなるキャラクターは何体かいるかなーっていう感じですね。 ま、前にも同じようなラケットありましたよね。このジンラ器。まあ、これも GS 打ったらね、ワンポイント間、移動速度プラス10%、スイングラープラス10%、出た球硬直無効がついて、さらにね、2ポイント以降やったら全打球ジャストが15秒間もつきますんで、まあ、完全にこっちの方が強いと。まあ、これ持ってるやったら俺今回のラわけトいらんかなと思うんですけど、ただ一応お互いね、メリットデビリーとありまして、まずま、このジンラケに関しては、この効果を得るために GS を毎回打たないとダメなんですよ。なので、まあ、GS 封印食らってしまう っていたりだとかあとまあ GS 打てたとしてもねまあそれも SS 溜まれへんしあとまあカウンターゲームも怖いよね例えばまああのアナゼとかやったらさ200ぐらいダメージ食らわしてくるしあとまあピークのカウンターとかも SS ゲージマイナス40%ぐらいグワーねされるときもあったりするんでまあそれを考えるとまあこのラケットも優秀かなと思うんですけどただまあこれ全打系ジャストないしあとまあこれね試合終了まで強化状態になるっていうやつなんですよなのでまあ強化状態解除とかされてしまうとまあこのラケットの意味をなしてな 隠してしまうっていうことにはなるんやけど、例えばそんな 今の段階ではね、強化状態解除とかしてくるやつはいないんで、まあまあそこまでね、まあ、気にせんでもいいかなと思うけど、一応まあこれがお互いのメリットデメリットっていう感じですね。でまあスロットスキルに関しては、まあまあこれからね、夏になっていくんで、灼熱のキャラ増えていくと思います。なので俺は灼熱属性の衛星増加でアップリしているんやけど、もしまあコラボキャラに使うんやったら、まあ、スター属性のっていうやつにするっていう方法がいいかなとは思いますということで、まあ前回の陣だけで強かったね、まあピークに持たして今回試合やっていきたいなと思います。 2分で知りたいことを解説するちょこっと白手にっていうチャンネル作ったんでよかったら見てね。はい、というわけで一戦目やっていきたいなと思います。まあ、早速このピークのこのラケットを使っていこうから。これではい、ドゥーンって飛ばしていって、まあ、普通に取られましたと。<laughs> <laughs> まあ一応まあこれ低バウンドやから瞬間移動キャラとかには強いと思うんですよね。なのでまあ白井黒子とかミュウエとかまあそのあたりに対してまあ得点することができるしもちろんまあ普通にねまあ瞬間移動じゃないキャラクターに対しても得点できるかなと思いますんでまあそれでまあ1点取るなりまあ普通にラリーするなりしてまああとはまあ移動速度が上がっていますんでまあこれでまあ戦っていくっていう感じですね。いやマジで打球硬直無効ついてるだけで走りの速さはダンチなんですよ。このラケット振ってからまあすぐに動き出すことができるんで このカウンター系のピークと非常に相性がいいっていう感じですね。 他のキャラクターで言うと誰なんかなまあ、二王とか遅いけどな。それ以外なんやろ。あ、前なんかネモに陣だけ持たしらいて強かったわ。ネモってなんかま、ずっとラリーしていると、まあ、30打球ぐらいするとやったかな。相手に1000ダメージ与える、まあ、玉みたいに出せるんですよ。まあ、それで相手の体力からして、で、そっからね、10打球ごとにまたそれを打つことができるんで、まあ、あの、走りさえ早かったらあのキャラ強かったんですよ。なので、ま、そういうキャラに持たしてあげたりとか。まあ、そういうね、昔のキャラが割と刺さるみたいなパターン。 まこのラケットで作ることができますんで、キャラあんま持ってない方に関しては割と持ってると結構熱いかなっていうイメージはありますよね。はい。で、ちょっとね、走り遅いキャラで思い出したんやけど、闇の王子とか遅いや闇の王子は大丈夫やねんけど、黒の後継者とか強化状態受け付けないっていう性能があるから、まあそれのせいでこのラケットの効果乗らなかったりするんで、ちょっとキャラクターを選んでしまうっていうデメリットも一応あったりはするんやけど、まあまあまあ別にまあその子たちには持たせんでいいかなって感じやね。はい。 で、まあ、この子で、まあ、ピークの話になるんやけど、まあ、このポンプが光ってる時に弾を取ったら、まあ、スインギラが広がって、SS ゲージも自動蓄積されるんで、まあ、これによって、ま、相手の SS をもう簡単に取っていって、まあ、あとはもう相手のミスマシみたいな感じになるかな <laughs>。もうひたすらそんな戦いになるかなと思うんで、まあ、あれなんやけど、ただま、このピークコラボキャラやから、あれなんですよね。スターストーム効かへん。これが結構熱いよね。まあ、これによってバックハンド、フォアハンド関係なく、まあ、SS 打つことができるんで、 まあ、それでどうにか耐えていくっていう感じ。よし、あの、ギブされた入 <laughs> はい、というわけで2やっていきたいなと思います。今回また違うキャラクター来ましたね。国枝志保ということで、マイテルと2100と。どうしようかな。ちょっとピーク初手そんな強いないから、ちょっとミュウエで行こうかな。これで、まあ、エアモードとか、自動返球。やっべ、ちょっとこれは瞬間ので、冷静に、ちょちょちょ、冷静に取らせてくれ。はい、これで、はい、返していきます。で、はい、ってやって。 やばい、普通に。相手もそうか、なんかエアモード的なやつできるもんな。だから、普通に防御力高いんやけど、ピークとか、あとミュウエもそうなんやけど、受けるダメージの最大値が、なんか何本までみたいな決まっていますんで、まあそれによって、確かこの子に対してそんなにダメージ食らわずに戦えるはず。ちょっと今はダメージ食らってるんやけど、得意状態になったら大丈夫。やったと思うね。<laughs> 多分これマイナス35ってなってるのは多分これ固定で受けれてるからかなと思う。あ,あれやね、タクティシャンであのグッド以上で返すと、まあ、ダメージをあの固定にできるっていう仕組みやからぜひともグッド以上で返してください。これで、まあ、あとは相手の生存もカウンターするだけですね。 ただ、あのー、エアモードもどきみたいなやつ強すぎるよな。前だけ撃てるんやろ。だって、エアモードって一回使ったら10秒間クールタイムあんのに。あの、なんか <laughs>、毎が動けるやつは、なんか、ずっとできる。ずるないと思うけど。ま、あこれは、もうひたすら耐えるしかないよな。これで、はい。あ、これやばいやつじゃん。ずっとそれくれやつじゃん。マジ早いな、これ。はいはい。これ通っていく。で、あとピークアウトせえへんってのもあったよね、確か。なので、ま、そういう点も、まあ、結構強いポイントかな。 はいはい、ただ、まあ、ミュウエとか瞬間移動するキャラクターに対してはマジで勝ち目なかったと思うんで、多分ね、俺は勝てる気せえへんかった。なので、 まあ、あの、そういうキャラクターに対しては別のキャラ出す必要があるかなと思うけど、まあ、スターストーム食らわへんから、まあ、自分がね、まあ、コルボキャラ持ってて、スターストーム貼ってからピーク出すもよしやし、まあ、相手がスターストーム貼ってからこっちがピーク出すもありだと思いますんで、もしまあ、このラケットをゲットした場合は、まあ、持ってなくてもある程度は戦えるかなと思うんですけど、よかったら使ってみてください。結構なんかいい感じに勝てたら完全勝利。 はい。というわけで3戦目やっていきたいなと思います。あ、今回2人とも入ってますやん。これでスターストーム2枚編成プラス、あとはエクセリアの闇ストームもあるから、めっちゃ SS 封印してこようとしてくるタイプですね。これはもうどうしようもないけど、まあまあコラボキャラやったら別にそこは気になりませんと。はいはいはい。これでどうしようかなってか、SS 溜まる早ないもう満タンですかあれ。やばすぎ。自動返球強。<laughs> え、俺まだ50%しか溜まってないのに、これってなかなかやばいな。あとそうそう、あのー、俺今回ね、あの、初めにちょっとラケットのスロットスキル見せたかなと思うんですけど、灼熱属性の SS 動画アップのやつ,つけてるんで、このピークの SS の溜まりちょっと悪いです。あの、実質何もついていない状況になっているんで、これよりかは SS 回転率良くなるんやけど、ただまあ、初めの SSS さえ打ってしまえばそんなに使用感は変わらないと思うので、まあそこはまあ、そんなに気にせんで見てもらえたらなと思います。もう、アイデもう2回 SS 打ってるのにな、 ああなもこれ3回目ちゃう <laughs> もうそれでやっと SSS がたまりましたと。で、こっからもう SSS で通っていってみたいな感じですね。はい、この速い球取っていきつつ、さあ来い。これであともう1回ぐらいかああ、取られんかった。<laughs> もうこれ最後にビーンってやつね。まあビーンみたいな流してくるかなと思うんですけど、まあピークはそれ流されないっていう感じになっているから、まあそれで耐えていくと。っていうかなんか相手のやつ終わったな。 なんか、ポイント決まったら、あれはリセットって感じだったっけちょっと覚えてないけど。まあ、これで戦いつつのって感じやね。はい、ボレーして、おお、ラッキー <laughs> あ、そうそう、この子ね、陣だけじゃなくても、この子自身に全体系ジャストついてるから、まあ、この子はこっちのラケットの方が強いかもしれないですね。で、まあ、これで、あ、千里眼で相手の一戦、たまりかけやから、これで非英説を予測してとか。<laughs> めちゃくちゃ思い通り <laughs>。ま、ああのー、カウンターできるだけ前から打った方が強いんでね、ぜひこうやっていただけたらなとっていうか接続切られたー。